ろにあんのかな、ちょっと待って、後ろだろ、ないわないわ、斜めってるよね、すごい嫌なんだけど、斜めってない？こっちの方が良かったかな、なんかライトがね、2個あってね、ホワイトボード斜め、あ、嘘、ホワイトボード斜め、あ、ホワイトボードは、だから本当こうなんだよね、これこっちに変えたらいいとかある、やってみる、一回ちょっと抜こう、え、事故ったらどうしよう、事故ったらごめんね待って外れないんだが、さ、待って、外れないあんま気になんない、嘘、気になったらもう気になってるよ今、あんま分からない、分かった、じゃあいっかこれでもうちょっとこっちに、そう、今からちょっと顔じゃないや、髪をね巻こうと、え、今日聞いてほしい、まつげをつけようと思ったらね、ピンセットがなくなったんですよ、今度は本当にバカだよね、どこ行ったんだろうピンセット、 D アップのさピンセットまだ数回しか使ってない、絶対あるんですけど私の持ってきたものにはなくて最悪だよね、だからさ一応マスカラであげました、ピンセットやっぱなくしがちだよね、これだよシーンで買ったまつげの、これをあの部分的につけるんですけど、なんかアイラインね、なんか長いそう、これをねつけたかったのにピンセットがなくて諦めですね、普通に辛い、なんでないんだ本当に、すぐね物がなくなりますね、でもねどっかあるんですけどね、まあ、スパチュラは見つかんなくてね買ったんですけど、長い方がいい、今日のカラコンはねちょっと違うんですよ、なんだっけ、ダークミストっていうデコラティブっていうなんかところです、え、ちょっと髪をね巻きます、そう、今からバイト行ってきます、頑張れ、今日寒いから気をつけて、今日は涙袋を爆書きして鬼描いてる、バカ描いてる、ほら描きすぎ描きすぎです、オペラホワイトの、え、マジリサホワイトの見たいんだよね、ホワイトのにチョコチップ追加したいそう、朝起きれないのタロテン、起きてよリサのために、鬼描いてる、あーリョコ、リョコありがとうね、伝言伝えてくれてる、オペラオペラホワイトの方が美味しい、そうなんだやっぱ悩むから、そう、私ピンクのね、あのそういえばジルのやつを筆で塗ってみましたよ今日、ゆいちゃんっていうの、え、嬉しい、リサ欲しいなってくれたの、でもねめっちゃピンクい、ほら筆で塗ったらちょっと爆発気してますライブじゃないですよ、今日は外に全部行きたいと思います、あ、カイトよろしくね、休みの日の休みの前の日の、そうなの、なんで起きてよ、めっちゃ帰ってるよ、書きすぎです、なんか眉毛のやつで書きますよ、あのセザンヌのさ極細の極細のなんかやつでまず下地みたいな感じで書いて、その上からさらに
やばいよね、書きすぎですから。爆書き、なんかやばい、ちゃんといけてんかこれ。鏡もちょっとこっち、はいはいはい。セザンヌ書きやすい、照明明るいからメイクよく見えるね、明るい、変じゃない、ね、よし、もう爆書きだよ。ちゃんとね、リサはもう全部書きますから。あの結構、まあここはあんま書かない、こっからもうこう、すべてすべてを書きます。よし、変じゃない。え、そうだよ、なんかね、髪はね、髪は巻いてます。変なとこない。なっちゃん、おはよう、かわいい。そう、今日はね、なんかそう、もしかに来週行きます。あー、待ってるで、たじ久しぶりや。もう爆書きだから、マジもうやばいよ私のね。あのまずこの極細、このなんか03番、なんかこれはマジ細い、なんか激細なんですけど、なんかこれをちょっとやばい、反対の手、こうまず影描いて二重の上で、これをまずこうやって描くじゃん描いて、もうその後にこの今度この眉描きを描いてアイシャドウでぼかすっていうね作業です。描きやすいよね、バック描き。まなしく一番ありがとう。あ、ゆうとね、緊張ドキドキだった、 X で言ってくれてた、ドクドクですって。眉毛さん、眉毛、眉毛、笑い方好き、眉毛を描いてぶち描き。あ、カナメ大好きだって、嬉しい、久しぶり。なんか眉描き、笑わないでよ、眉描きで、眉描きですよ、眉毛を描くんです。 X 監視してます。え、なんか斜め感増したくない、やばいって、やめて、お願いだからさ、溜まってよ、ちょっとバーンとかなんないでほしい、ほんと怖い。うん、やっほー。あ、すごい、ショコラの方もいるの、いてくれてる、嬉しい。来週爆書きで、いやもちろん爆書きです。かなっぽもありがとう、 X で言ってくれてた、元気出して。引用も見るよ、リサが7じゃなきゃ大丈夫。サーベルボス、え、待って、本当にアバター変わってる、昨日と違う、昨日と違うアバターになってる。早起き、話し会だからね、みんなと話すから起きてますよ。 X その歌詞での、うん、スーモカちゃん今日ありがとう、朝から起きてくれて。そうだよ、反対の髪を巻いていきます。仕事行ってきます、頑張って。土曜日なのにお仕事なんだね、土曜のお仕事の方多いね、偉いよ、みんなも生きてて。これから7時まで、長っ、え、長っまだあるルイ、おはよう、おはよう、監視してるよ、俺のツイート見られてるし、トモ見てるよ、間違いない、間違いないよ、ちょっと待って、言葉違い、見てますね。え、コバさん短かったね、今日話秒だったよ。鍵つけられたら監視できないけど、つけないでね。あとでスタバ行く、スタバいいよね、リサも行きたいんだけど、ちょっと時間がバタバタで無理味がある。そうそう、この後がね、配信、今日は三度でしたね、ありがとう起きてくれて。そう、次のね休みはね、ちょっとやることがあってね、ちょっとバタバタなんですよ。そう、できないんだよ、やばくない、もう私大忙しだから、次の間ガチ忙しいから
ガチやばいよ。私ねもうやばいから、次のスケジュール1枚だけ来月、え、もっと話そうね、その日、今日だけね、今日だけね、しかも私だけバタバタなんですよ。そう、何かあるんですよ。だから急ぎます、私頑張る。でもその分夜とかはないから、お話変わって帰ってからはできるよ。あ、でも次の間がダメだから、その間は、うん、その次の間とかはできると思うけど、あ、でも南部か南部かの間だけちょっと仮眠します。ちょっとだけ仮眠をします。でも少し実際初めまして、え、確かに初めましてだったね。なんかショールームで来てくれてたからか、爪爪ね、みんなも寒い、え、今雨降ってんのかな、超嫌だ、雨だったら、雨ってつらい。昨日何時に寝たの、いや待って、昨日めっちゃ遅くて、何やってたんかって言われたらマジで何もやってないんだけど、なんか3時ぐらい寝たんですよ。やばくない、今日終わりました、全部外に。雨降ってない、あ、マジで、それは嬉しいかも。ストレートのアイロンつけよう、コテを一回、はいはい、え、そう、3時やばくない、なんか気づいたら3時になってて、え、そう、ちょっとなんか昨日の夜に寝坊するかもしれないみたいな予知が来て、急に明日ワンチャン寝坊しちゃうのかもしれないって思ったけど、一発のアラームで起きました。なんと、もう思いっきり起きれましたね。よかった、ほんと起きれないかと思ったよ。起きれなかったら怯えますよ、ほんと。私もマジで一発アラーム、マジ一発アラームですね。やばいよね、2時とかさあれになっちゃうの、危ない危ない、お茶こぼす。3部よろしくよろしく、みくちゃん、もう焦るよね普通に。なんか前髪が変なんだけど、無理、前髪が長いからな、ちょっとやっぱ早くまた切んないといけないのかな、この間切ったのにな。伸びるの早い、なんで、こうなった時にね、分ける前髪だったらね楽なんだろうなって思う。こうだってやればいいじゃん。無理。でもね、切ってもらうんだよね、切ってもらう、あ、なんかでも前パッツンでめっちゃ普通にも、あのめっちゃ綺麗に揃ってるパッツンの時はあの絶対切ってもらうようにしてたんだけど、なんか薄い前髪ラストノートぐらいからの薄くなって、あの前髪になるとね、なんかバレなくて、なんか斜めっててもなんかあんまりから、なんか自分でもいいかなみたいな、切るのってなってちょっと切るようになったけど、でもなんか大切な日とかはちゃんとやめる、やめとく、そう、やめてます。うん、縦ダメだよハサミ、絶対ダメ。前髪ね、むずいよね、ガチむずい。なんか流れてるねこっちに。タカ結婚してよろしく。このライト明るいよね、めっちゃ暗いと、暗いかな、消したら暗いね、暗暗いね、ちょっと待って、でも明るすぎな気がしてる、もうちょっと、え、待って待って、これ最低なんか、あ、逆だった、暗いな、でも
これぐらいやっぱちょっと暗くした。お、なんかちょっとまっすぐになった。チーク落とします。少々、まあほどほどに。スポンジ。スタバ飲んでないよ今日。曇りやから自然光入らないね、つらい。自然光お願い。スタバ飲みたいです。でもりさ、こうやって笑ってやりますよ。チーク結構最近はちょっと上の方までなんか熊本まで消しちゃえみたいな勢い。塗りすぎました、やばい。塗りすぎた、右塗りすぎた、やばい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 。塗りすぎた、鼻とか塗っちゃってちょっと赤くなっちゃったねみたいな感じで塗りすぎた。右濃いわ、結構直で見ると。表情筋、あ、リーゆるゆるになった。なんこれ、長い毛いるんやな、頭が。笑ってメイクして、ホワイト見ました。マジで、え、なになに、あ、青の感じ、あ、結構甘いんだ。じゃあそれこそやっぱホワイトモカにしてもいい感じってことだよね。ホワイトモカちょっとほぐします。こんな感じ。全部外で巻いたからさ、ぐらい。あ、ゆりゆちゃん仕事頑張ってる？お仕事頑張ってる？え、ホワイトが気になるんだよ。でも去年飲めなかったのはオペラのブラック、オペラチョコの方だから、それも飲みたいけど、ちょっとホワイト先飲みたい。って言いつつさ、ちょっとこのココアを飲むね。ちっちゃくないこのココア、かわいい。ホワイト好きだよ。三角チョコパイとかもね、ホワイトが好き。出なかったねっていうか、えらい、6時まで長いね。来年に期待し、うんね、もう終わった、もう時期っていうか。なんこれ、あかん、引っ張る、え、引っ張れないよ。マックの値上げしない、え、マック値上げするよね。なんか見た、なんこれ、あかん、ちょっと待って、ボロボロリーナツアー行くね、ありがとう。いい勇気来てくれたん、ちょっとゴムっぽい。でもガチアカン、これ、こういうタイプアカンっぽい。難しかったね。え、押し出すと硬くない、なんかこれ怖いな、ちょっと待って、え、なんか怖い、ちょっと待って、へえ、もうハサミない、ハサミ持ち歩かないんだよね。なんかそれこそポーチとかに入れててさ、なんか前出してくださいとか言われたんだよ。その急にずっと入れっぱのこと忘れてて、飛行機とか乗っちゃって、でだからなんか忘れちゃうんですよね。初サインだ、あ、ミクありがとう。サイン会はね、こんな感じだよ。このこんな感じというか、これでってやってる。そう、このルームです。うん、ハサミ人生で持ち歩いたことない。ハサミね、でも持ち歩かないよね、あんまり。でも花ちゃんとか持ち歩いてる。そう、この間も借りました。そう、いつも持ち歩いてる。ゆうまる、マジサイン読まれかけるかな。便利けどね、便利んだけどね。
なんかやばこぼれてる。うん、あれ消えたね。絶対こぼさないよ。なんて新しい曲じゃない、新しい曲じゃないあ、なんで曲って言ったの。新しい服だから、服と似てた、曲と服新しい服、新しい服だからほんとにこぼすから、新しい服こそ。間違えた、新曲ではない、新曲は楽しみにしててください発売が決まってますから、次の。うん、曲、服、なんか句が似てるぐらい。またね、はい。言うて似てないやん、言うて似てないやんね、似てないじゃん。どっちも楽しみにしててね。どっちもっていうか曲ね、曲でした。なんかショールームの画面で見ると薄く見えるんだよ、だもっと濃いの。眠くなってきた、なんで。五分は雨の外から、マジか、五分ってもう雨、やっぱやだ。さすがに悔しい。愛ちゃん来てくれるの、こぼさなくてよかったよ本当に。にぶくよありがとう。雪にはならないっぽい。明日もやばくない、明日の天気もやばいらしいけど。なんか誰かいる、怖い。明日はずっと雨、うわやだ、最悪だ最悪だ。うん、待って、昨日何してたか思い出した、ごめん急に。昨日は月9を急に見たいってなったの、だから見たんだしかも1時から見出したんだよ。ごめん、もうなんかいつも急なんだよ、急に思い出すんだよ。そう見て急すぎた見たんですよ。あのでも1枚で見るとあのちょっと時間かかるかもって思ったから 1.5 倍で見ました。結構感動だね、なんか辛いね、でもなんか辛いかも、なんかこの先が辛い展開です。ちょっと辛いな、なんか長崎なんだねあれ。私もなんかあの橋、なんか修学旅行かなんかどっかで行った1話です。ねえ辛いマジで、2話まで見たよ、え辛すぎやろって感じだった、感動がない、辛い、なんか辛いっていうかなんかこの先が不安ですね。ねえやばい、なんか切ない、なんか切ないです、とってもなんか長野めいちゃん可愛すぎ急に言い出す、可愛すぎ、ガチ可愛くね、なんで、なんかナチュラルに可愛いのがいいですよね、ナチカワ的な感じで、ナチカワとはって感じですけど、なんかナチュラルメイクじゃん、すっごくナチュラルメイクが私やってみたいなってずっと思ってるけど本当できなくて、やっぱ自分でやってく、自分でやるとどんどんやっぱ足しちゃうんですね。
待って、インスタライブ見たことあるよりさん、面白いよね。かわいい、かわいい、ナチュラルさめっちゃかわいい。なんかナチュラルはなんかさ、でも見ててなんかどの世代にもなんか好き、どの世代にも愛されてそうな感じがする。めっちゃなんかなんかさ、こう女性が好きそうっていうのもあるけど、なんか男性も好きそうな感じじゃない？可愛いです。だからそう、私もナチュラルに行ってみたいよ。でも難しいよね、ナチュラルってさ、意識したらしないと。めっちゃ、でも普段なんか普段薄い子がさ濃くするのはさ、まああんまりあれだけど、なんか普段が濃いと薄くなった時になんか物足りなくなりそうで辛いかも、なんかっていうね。万人受けね、万人受けじゃないんだよね、どっちかというと。私多分わかんないけど、ナメタウクを爆上げできそうだよ。なんかナチュラルって感じだよね。それこそベージュのアイシャドウとかじゃない？あれは爆誕はするけど、ピンクとかじゃないよね。リップ絶対待てよね、絶対思う。だって私もう物足りないもん、いつも。朝感は無理だね。なんかそういう設定じゃないと無理かも、やっぱ。なんかだからパジャマとかだったら頑張ってみたいけど、頑張ってみてんだけどいつも結局濃くなるんだよねどうして、どうして。そう、リップとか寝ないと大事、抜き感。え、わかる。いやマジで無理。なんか挑戦したいんだけど、可愛くないよ薄かったら。あ、でも薄いとあの男性は好きって言ってくれますかね。割と男性の方は薄いメイク好きって言うんですよね、きっと。私はもう無理え、男性の方薄いメイクが好きじゃない？やっぱナチュラルが好きじゃないですか、やっぱ。なんでも、なんでもナチュラルが好きじゃない？だからストレートおろしとかさ、アレンジもいいけどみたいな。そう、好き。どんな、ほら薄いメイク好きって方、男性の方も濃ければ。やっぱそうなんよ、足しちゃってるね今もこれは夜中の2時。スピン好きとか言うよね。私無理だよ、すっぴんなんてね。え、私無理なんだよな、すっぴんあんま見せられるの緊張しちゃう。なんか暗くなったね、ごめん。なんで今のなんてばっか濃いから、マジ。こうやってやったらわかるよ、ほら濃い。もともと顔が濃かったな、薄メイクできるかも、挑戦全然。もともと顔が薄くない、うん、濃くないかな、やっちゃうね。どっちも好き。あ、勇気つまりありがとう、こちらこそどうもうん、難しいです。アイライン長い方が、やっぱ長い方がいいのかな。なんか今瞑想中。なんかもともとアイライン 薄いっていうか、なんか短いっていうか、なんか長くないんですけど、なんかそのいつからか、なんかメイクさんがめっちゃなんかアイライン長くしてた時があって、でメイクしてくださった時があって、あの今まであんまり意識してなかったけど、なんかいいのかなみたいな思ってや
ってるね。そう最近だからちょっと長い時多い。たか結婚してよろしく。食べ物濃い方、濃い味が好き。あーでも濃すぎるな苦手。長め好きかも。嬉しい。エレナがいいの似合ってるし、嬉しい、ありがとう。準備して仕事頑張って。明日今年初、嬉しい。明日来てくれるの。ナチュラルな日も好きですか。じゃあちょっとガチ、今年はナチュラルメイクに挑戦しようかな。ちゃんと、私は去年も言ったかもしれないけど今年はナチュラルメイクをちょっと頑張って極めてみたい。いろんな方のメイク動画見て物足りないと思わなくなりたい。リサも物足りなく、あのいや普段は濃く濃いよ、あのライブとかは濃くするけど、なんだろう、お話し会とかで頑張ってみたい。も足さないで、オンライン話し会でな、そうする、そうしよう、しよう。じゃあでもこうやって配信やりながらも足しちゃうんだろうな。でもナチュラルメイクでも多分涙袋とか爆誕できるんですよ絶対に。ちょっとその愛引き方とか下のこの締めのところとかを変えればね、多分普段着の時ね。そうね、それこそさ、なんかトレーナーとかがいいんじゃない、カジュアルタイプの。今日はちょっと可愛い感じの服なんだけど、カジュアル系な感じで。あとはなんかあれをやってみたい、あのね、髪を、待って、誰誰やってよ今。何どうしたの、いい、待って、きれいね、怖い、いい、ね、じゃあまた来てね。え来ない、もう、うわ、えでも次リサ忙しいんだよ、ダッシュ。じゃあいつか言うね。なんで、ね、待って、じゃあミュートにするから。やだなんで、いいよ、ね、なんで、でも絶対会えないじゃん、明日も。はじゃあ明日、え待てないよ明日まで、大丈夫、バイバーイ。ねなんで、ねお友達じゃないって。お友達だよ、いいよ。え花ちゃんかと思ったらしいよ。バイバーイ。え、ね、絶対忘れないのね、絶対言ってね。忘れちゃうわ。なんで、えじゃあ LINE して。分かった。怖い怖い。待ってない、エリさん。待ってないです、とっても。お友達でした。あ、お友達っていうか、お友達です。さなつんだった。ね、私もはなちゃんかと思った、感じ的に。お友達。お友達です。でも絶対にね、忘れちゃうって。じゃあ聞きに行こっかな、リサが。友達、LINE？ なんだろう、気になるな。このあとじゃあちょっと早めに終わって行ってみよっか、サナツの部屋にね。あでもね、12時から次だから、そうそうそう、はなちゃんどうだっけ、はなちゃんじゃないよ、あと14分しかない。えそう、結構時間ないね、結構時間ない、結構時間ないでした。え終わった方がいいかな、じゃあ50分ね、やばい、ギリギリすぎる、攻めてる。50分ぐらいになったら終わる。仕事頑張って、偉い、みんな土曜仕事の人多いね。寝てる、でもさあつもお話があるから、次に。こんにちは、あと3分、やばい、オペラとホワイトやばい、1日に2杯すごい、
任務行くの終わってさ、つの行こうかな、なんか気になるもん、なんだろうね、いっちゃん気になる、マジなんでって言っちゃうね。かわちかわちいいです。え、なんだろう、マジマジなんやろう。こんにちは、今度タイミング、え、嬉しい、ありがとうね、しのちゃん、早く話そうね、オンラインでも話そうね、またこれから学校頑張って、みんなすごい学校とかお仕事とか今日一番あれだけど、またあ、タカありがとう、今日来てくれて、この後ワイト頑張ってね、みんな今日配信ありがとう、ありがとう、タイム1ヶ月後らしい、早いよね、意外と2週間だね、やばい、2週間なの、本当にやばすぎガチやばやばくて笑いが出る、本当やばい本当やばいから頑張んないと、何も覚えてないこっちも覚えてないからマジやばいよ、何も覚えてない一曲だけ覚えてる、今最初の曲やばそうに見えない、やばいよやばいって、余裕じゃない、おばあちゃんで出るだけはやばすぎ、危機感ゼロ、やばいマジでやばい、でもこれだけは言います、あの絶対に楽しいライブだと思うし、なんかみたいになると思う、なんか、うん、だから今あれ応募してるんだっけ、ツアーの受付、あれ終わったっけ、まだやってる、あ、ツアー始めたから、嬉しい、リョーク、そう本当にそういう感じがしてる、妊娠、嬉しい、初日は完売ですか、神戸行くよ、いい意味の、いやそうだよ、それはそう、え、悪い意味ではないですよ、それは悲しいとかじゃないんだよね、全然えーとかじゃない、有明も早く申し込み、あ、ね、有明ね、あ、残り有明だけ、あ、じゃあもう今応募してないの、あれ応募してないの、今東京2個行きます、ありがとう、理想区バー2番、バー2はバー2はあれですけど、あれ有明と愛知は募集してるんじゃない、まだ、あ、まだか、まだか、まだっぽい、あ、機材席とかなんだ、でもいや本当にそうだから、へーってなりますから、まあそれはどの曲やってもへーってなりますけど、今までとやっぱりこうアリーナなので、こういろんなことがこう変わってくので楽しみにしててもらえたらなと思います。やばい50分、ちょっと3月のとこ行ってくるわ、じゃあランキングを読むね、ちょっとまた合間でやれたらやるね、ちょっと次は時間ないかも、だからその次とかます。13位ひえちゃん、12位みく、11位かえちゃん、10位しんちゃん、9位こば、8位たかに、7位シューティング、6位つかもとまさあき、5位お米、4位タカ、3位タカン、あ、タカタカ、2位ザンマイちゃん、1位タケピーでした、あ、すごい初めての方が1位じゃないですか、ありがとうございました。この後は2部ですね、お話かよろしくお願いします。来てくださる方は楽しみにしててください。また配信もまたできたらやるね、あ、初ランキングもおめでとう、ありがとうございました。またここの照明好きだからちょっとまたやるね。
バイバーイ。